はい、どうも皆さん、こんにちは。第49回黒田博樹歴史講座にようこそお越しくださいました。今回はテーマは大東亜戦争その3、死闘でございます。大東亜戦争の3年8ヶ月をわずか2時間で振り返るというとんでもない企画でありますが、皆さん最後までお付き合いいただけますようよろしくお願いいたします。では早速始めたいと思います。昭和16年1941年12月8日、これ日本時間でございますが、山本五十六司令長官率いる日本海軍連合艦隊はハワイ真珠湾に停泊していたアメリカ太平洋艦隊を攻撃しました。いわゆる真珠湾攻撃ですね。でこの真珠湾攻撃がですね、によって日米両国がついに戦争を始めたわけですが、まあこの真珠湾攻撃の是非についてもいろんな意見はあるんですけども、ここではそれはあえて問いません。むしろ真珠湾攻撃をしたのであれば、なぜこんなバカなことをしたのかと、その話を今からしたいと思います。でこの日本軍による真珠湾攻撃をアメリカのフランクリン・ルーズベルトが何て言ったかというと、なんて日本軍は卑怯なんだ、奇襲なんかしやがってと、大統領が主張したことによってアメリカの世論は一気に戦争賛美となり、日本を叩き潰すことが正義だとまで考えられるようになってしまったんですね。しかしです、我が国は真珠湾をまるで騙し討ちのように奇襲する意図は全くありませんでした。政府もあるいは連合艦隊も海戦の通告を行ってから真珠湾攻撃を開始するつもりで周到な準備を重ね、海戦の30分前にはアメリカのハル国務長官、ハル国務長官に対して国交断絶の通告を渡す予定でした。つまり真珠湾攻撃の前に国交断絶を宣言していれば形式上奇襲にはならないんです。しかし皆さん、なんとここで考えられない大失態を起きます。何かというと、現地つまりワシントンの日本大使館の大失態でアメリカへの伝達が遅れたため、アメリカ国民に日本軍が奇襲攻撃を仕掛けたと誤解されてしまったという事実を皆さんご存知でしょうか。開戦前日、現地時間で昭和16年12月6日の午前中です。外務省は野村久三郎駐米大使に向けて、これから重大な外交文書を送るから準備しておくようにという予告電報を送りました。当時は開戦前夜の雰囲気が嫌な上にも高まっていることから、普通であればね、万全の体制を整えて電報の到達を待つ、これが常識なんです。ところが、なんとこのタイムアウトは何か、合宿会は何か、日本大使館の職員がなんと同僚の送別会を行うために総出で引き上げてしまった。おいおい、重大な電報を振るんちゃうんかよ。そやのに総出で引き上げてしまったことで、国交断絶の通告たび対米覚書の解読が遅れてしまったんです。対米覚書は現地の12月7日午後1時にアメリカに手渡さなければならなかったんですが、解読に手間取った大使館側は何をやったかというと、なんとアメリカに対し独断で、すいません、約束の時間もう1時間延ばしていただけませんかと勝手に頼み込んでしまった。言うまでもないことですよ。言うまでもないことですが、大使館側の身勝手な都合が、はるか遠くで攻撃の準備を進めていた連合艦隊に伝わりますか。伝わるわけないでしょ、そんなもん。ですから結局大使館側が対米覚書をハル国務長官に届けたのは、なんと当日の午後2時20分真珠湾攻撃はとっくの昔に終わってます。しかも終わってから約1時間も経った後だったんですよ。皆さん、これ信じられますか。本当のことですよ、これ。つまりね、
あ、日本大使館員の常識外れの怠慢によって真珠湾攻撃が我が国による奇襲とみなされるとともに、フランクリン・ルーズベルト大統領が、彼です、この人ですね、これ何て言ったら、奇襲攻撃後に断交通知を持ってきた日本ほど卑劣で悪辣な国はないと、フランクリン・ルーズベルト大統領が喧伝するなど、日本側の大失態を最大限に利用する流れを作ってしまう。これが事実。我が国が奇襲で真珠湾攻撃を行ったと誤解されたこと、まあ、これ自体は戦後に開かれた極東国際軍事裁判、すなわち東京裁判において、日本が真珠湾攻撃を事前に通告する意思はあったと認められましたが、まあ、こういった日本に有利な事実というのはご多分に漏れず、我が国や世界の常識となる機会には恵まれません。したがって、このフランクリン・ルーズベルトが言い切ったリメンバー・パール・ハーバーの精神が今もなお、我がアメリカの間で広がりを見せてしまっているわけです。さて、これだけの限界の余地もない大失態をやらかした大使館員です。皆さんどうします？下手すら切腹もんでしょ。ところが彼らは、いや、タイミングに手間取って遅れたんですよとか言い訳して、自分たちのミスをごまかしたのみならず、その後も口を固く閉ざして一切の責任を取ることなく戦後に出世を重ね、中には昭和天皇の側近として使えた者までいます。ふざけんじゃねえよ。国交断絶の通告を手渡すというのはどういうことですか？それこそ国家の命運がかかった重要な手続きじゃないですか。それを、ね、もし解読が遅れそうであれば別に清書する必要はないんですよ。清書せずにそのまま手渡せていいじゃないですか。で、どうしても時間がないんであれば用紙だけを口頭で伝えて文書を後回しにすればいいじゃないですか。いくらでもできますよ、そのなんでそんなことやるんだろう、なんでそんないくらでもやり方あったりすればできないんですか。重要な局面で信じられないような大失態を犯した当時の大使館員の責任問題ですけども、我が国の国益や誇りをダンダンことして守るのであれば、このまま風化させてしまうことが果たして許されて良いものなんでしょうか。さて、昭和16年12月8日に我が国がハワイの真珠湾を攻撃したことによって、日米はついに開戦を迎えることになりました。その際、我が国の大使館への怠慢によって、フランクリン・ルーズベルト大統領が日本軍による騙し討ちと喧伝してリメンバー・パール・ハーバーと唱えたことで、それまで反戦気分を、が強かったアメリカ国民の我が国に対する敵対心を一気に悪化され、国家を挙げて対日参戦のムードを作り上げることに成功はしました。ところがですね、我が国が真珠湾攻撃を行うことをルーズベルト大統領をはじめとするアメリカ政府首脳が事前に全て察知しており、我が国が先制攻撃を仕掛けてくるのを待ち構えていたという説があることを皆さんはご存知でしょうか。当時のアメリカは我が国の秘密文書の暗号をことごとく解読しており、日本大使館が慌てて準備していた国交断絶の通告たる会計覚書も解読の上、ルーズベルト大統領に事前に手渡されていたというんですよ。もしフランクリン・ルーズベルト大統領が我が国による真珠湾攻撃を事前に察知していたのであれば、かけがえのない自国民や兵隊らを守るために最大限の努力をするのが当然のはずでしょう。でも現実に彼が取った行動は疑問符がつくようなことばっかり。例えばまず真珠湾攻撃の以前です。アメリカが反応と我が国に通告した昭和16年11月のその直後に、真珠湾を護航とする2隻の航空母艦、すなわち空母すべてが
本国の命令によって親衛官を伴って出航してしまいます。その結果真珠湾に残った軍艦はそのほとんどが第一次世界大戦以来の旧型艦しかなく、しかも空母が存在しないという状態になってしまったんです。またアメリカは暗号の解読によって我が国の海戦決定と真珠湾の予定日を事前に知りながら、極めて重要なはずのその情報をハワイに知らせるのを遅らせたため、現地の太平洋艦隊司令官が実際に情報を受け取ったのはなんと真珠湾攻撃が終わってから6時間以上も経ってからでした。しかも真珠湾が攻撃された昭和16年12月7日これは現地時間ですよ、は日曜日だったんですよ。ですから何にも知らされていない現地の司令官は当日なんとゴルフを楽しむ予定だったんですって。この事実は一体何を意味してるんですかね。ではですね、真珠湾攻撃が行われた前後、アメリカの最高責任者というこのフランクリン・ルーズベルト大統領は一体何をしてたんでしょうか。皆さん普通考えてください。暗号を解読しました。事前に攻撃されるのは分かっています。普通であれば大統領をはじめとする政府首脳は日本軍による攻撃の回避、あるいはアメリカからの先制攻撃、こういった可能性を探るなど、それこそホワイトハウスに缶詰状態となって最大限の努力を重ねるのが普通でしょ。しかし実際の彼が攻撃前夜に行った取った行動は、なんとホワイトハウスに家族を招いての食事会でした。でその際にルーズベルト大統領は戦争は明日始まると家族に対して満足そうに言ったとされています。なぜ大統領は嬉しそうだったんですかね。それは彼にとって悲願であった。日本を挑発し続けることで先制攻撃させて、その結果アメリカが第二次世界大戦に堂々と参戦できるという目標が達成されようとしていたからなんです。そしてその悲願は大西洋を越えたイギリスの首相であるチャーチルにとっても同じことでした。当時のイギリスは勢いに乗るドイツの攻撃によって本土を空爆されるなど追い詰められていました。こうした事態を打開するためにはアメリカをヨーロッパ戦線に参戦させる以外にないと覚悟を決めたチャーチル首相は、フランクリン・ルーズベルト大統領と連携して日本にアメリカを先制攻撃させるよう仕向けてきました。まあ、これは前回も言った内容なわけですが、そして我が国が真珠湾攻撃を行うとチャーチルはこれで戦争に勝ったと心から喜ぶとともに、長い間の苦しみから解放されたと後に書かれた辞書の中で述べています。まあかくしてルーズベルト大統領はアメリカをヨーロッパ戦線に参加させるために日本をギリギリの状態にまで追い込み先制攻撃させるよう罠を仕掛けたわけなんですが、それは同時にこれね、それは同時に真珠湾攻撃によって戦死したハワイの太平洋艦隊の兵士たち数千人を生贄にしたことを意味していますよね。ルーズベルト大統領の政治的で当時は野党だった共和党のリーダーを務めたハミントン・フィッシュは後に出版した回顧録の中で、私たちはルーズベルトが欺いてアメリカを戦争に導いたのとは当時は疑いもしなかったと述べています。つまり騙されたわけですよ、ハミントン・フィッシュ。さてところで、先制攻撃させるようアメリカを我が国を過剰に追い詰めただけでなく、真珠湾攻撃の際に自国の兵隊数千人を見殺しにしたフランクリン・ルーズベルト大統領の当時の行動に対して、私たち日本人の多くが卑劣であると強く思うのは分からなくもありません。しかし大統領の行動を卑劣としか感じられないということは、裏を返せば我々が第二次世界大戦当時から全く成長していないことを示していると言えるんじゃないですかね。なぜなんですか。ルーズベルトがアメリカの大統領である以上、彼がアメリカの国益を第一に考え、日本がその障害になるのであれば取り除こうとするのはむしろ当然だからです。皆さん、アメリカ側から見てみましょう。アメリカ側から見れば、彼の一連の行動、すなわち当時のアメリカは少しも悪くなんかないわけです。
界におけるアメリカにとっての最大限の国益とは一体何だったんでしょう。1933年昭和8年にアメリカ大統領に就任したこのフランクリン・ルーズベルトは、世界恐慌がもたらした不況にあえぐアメリカ経済を立て直すためにニューディール政策を始めましたが、次第に行き詰まり、失業者が増加するなど経済的に疲弊していました。で、こうした事態を打開するためには、イギリスの要請を受けて第二次世界大戦に参戦し、戦争がもたらすさまざまな特需によって経済を発展させるしかないとルーズベルト大統領は考えたんですが、当時のアメリカは伝統的に孤立主義であり、他国の戦争に介入することを嫌っていました。反戦モードに満ちた国内の雰囲気を察したルーズベルト大統領は、自らの本音を公言して、攻撃を受けた場合を除いて絶対に戦争はしないと公約し、1940年昭和15年に参戦を果たすと、イギリスなどと連携して日本を挑発し、先制攻撃をさせることでアメリカがヨーロッパ前線に参戦できるように仕向けました。まあ、このあたりは前回の講演の内容に詳しいわけですが、で、ありとあらゆる工作や攻略を行ったルーズベルト大統領は、最終的にハルノートを突きつけることによって日本に真珠湾攻撃をさせるとともに、現地の司令官に情報を流さなかったりしたことで、わざと日本を勝たせるように仕向ける、見せかけることともに、なんと空母や最新鋭の軍艦を事前に真珠湾から脱出させることで、実害を最小限に食い止めたんですよね。まあ、こうしたアメリカの第二次世界大戦の参戦の大義名分を作り出したルーズベルト大統領は、日本大使館の怠慢で国交断絶の通告が遅れたことも最大限に活用し、リメンバーパールハーバーのプロパガンダを完成させ、彼の予想通りに戦争特需が起きて、アメリカ経済は劇的な回復を遂げたということです。まあ、これらの歴史を鑑みれば、フランクリン・ルーズベルト大統領が資産を選ばずにアメリカの国益だけを追求したからこそ、経済復興を成し遂げることができたのは間違いありません。その意味において、ルーズベルト大統領がアメリカの最高責任者としての役割を十分に果たしたとは言えるでしょう。ただし、アメリカにとってもう一つの悲願であった東アジア地域にアメリカの権益を構築することは、ルーズベルト大統領が1945年に急死すると、後継のトルーマン大統領も果たすことができず、それどころかソ連あるいは中華人民共和国といった共産主義国家を正門に 急成長させる結果となりました。これはなぜか、それは前回も言いましたが、ルーズベルト大統領の周辺にソ連、すなわちコミンテルのスパイが多数存在していたことが原因とされていますが、それ以外にも日本との戦争が長期間にわたり約10万人という予想外の多数の死者を出したことなどが、戦後のルーズベルト大統領の評価を下げることにつながりました。ルーズベルト大統領に関するさまざまな評価を見れば、皆さん、国益を追求し続けることの難しさ、あるいは攻略を仕掛けた一方で自分自身が攻略に引っかかってしまっていたことなど、人間の生き様の複雑さ、あるいは困難さを思い知らされますよね。さて、ここまでフランクリン・ルーズベルト大統領のアメリカに対する功績などを振り返りましたが、その一方で当時の我が国にルーズベルト大統領の工作や謀略などに太刀打ちできるだけの人材が存在したりしましたか？してないでしょう。このことが当初は望んでもいなかった日米開戦を行わざるを得なかったという歴史の中につながったとも言えるんですよ。繰り返しますが、私たち日本国民がこのルーズベルト大統領による一連の手法を卑劣であると一方的に断じることはあって、それならそれで、なぜ当時の日本政府の首脳がルーズベルト大統領に勝てなかったのかということを同時に反省する必要もあるんじゃないですかね。戦いに敗れた相手を罵るだけでは、私たちは永遠にその相手には勝てません。もし将来にリベンジの機会があった場合、絶対に負けないようにするには私たちが何が足りないのか、あるいはどの部分を改良すればいいのか、二度と負けられない次のためにあらん限りの対策を考え、それを実行することこそが我が国の輝かしい未来を信じ、潔く散っていった無数の戦死者あるいは犠牲者、すなわち英霊の皆様に報いる道ではないでしょうか。